はい、皆さんどうもシャーザケンです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よーし、ということで今回このゲームやろうかなと思うんですけど、あまりね怖くなさそうなホラーゲーム実況プレイしていこうかなと思います。何言ってんだみたいなね、うん、なんか言ってるそばからいきなり音楽がちょっと怖くなってきてんだけどはい、ちょっとね本当にね怖くなさそうなんですよこのゲーム。ちょっと見ててください。うん、おー、いきなり始まんだ。うん、お金がわんさかあるよ。これ持って帰ろうぜこのお金。はい、これはなんかあるとかじゃないんだ。こっち行こう。じゃあ E ボタン。うん、え、なになに、え、E ボタン、閉めた。ムービー中に動作できんだ。なんかいるよ。目がプチトマトみたいなんだけど。おお、あ、怖くなさそうね、みんななんか怖くなさそうでしょ。はい、消えたね、あいつ消えるんだ。はい、なんかやつが追いかけてくるみたいです。ん、あ、早速いる。ほら、ここにいるよ、みんな。あ、消えた全然追いかけてくるとかじゃないんだ。なんで、あ、なんか、え、ねね、なんかできるよ、これ。ん、あ、E を押し続けんのか、これ。E を押し続けたら何かが始まるみたいな。なになになに、あ、いる、いる。あー、バレた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 。なんか刃物ぶっ放してんだけど、あいつ。あ、いたいたいた。主人公より足が速いんだね。なるほど。わかりましたよ。じゃあ、奴の影を見たらすぐ逃げないといけないみたいな感じか。よし、OK。ホラーゲームってやっぱ音楽大事だよね。あんな明るげなさ、音楽流されてもさ、俺全然怖くねえもん。よし。これで。うん。え、レジのお金盗んだの？この主人公。てかさ、今更なんだけどさ、主人公手カニ。手がカニ。びっくりした、今俺。このお金は何なの？これもできんのかい。ひたすらお金回収してんじゃん、このカニ。この主人公カニ、何がしたいの、本当に。はい。取ったよ。何、何、何。ちょっと怖いんで。あ、あ、おお、ああ、入れないのね。入れないのね、オッケー。よし、オッケー。こっちは何？厨房？これ何？あ、ハンバーガー。え、何？お金盗んでる最中に小腹空いたからハンバーガー食べようってか？どんな腹ごしらえでこれ。どういう心境でこのカニは。相手側がさ、確実に悪そうに見えるよね。なんか海賊みたいな感じだったもんね。だから奪われたのかな、逆に。開けよう。ちょ、閉めとこ、閉めとこ。ねえ、やつ入ってきたら困るからね。扉の中は入れないから。扉のなんか、ちょっと待って待って待って。真横で出んのずる。オッケー、次はレジだ。行くぞ。このレジ。てか、ローディング時間かかるのこれ。ねえ。これローディング中に来られたら。待て待て待て。あかかか。ああ、早い早い早いな。先にこっち行こう。オッケー。最初にリスポーンするところ、あの、お金があったところには、どうやら来ないみたいです。もうひたすらこれ、集めていっちゃおう。取って取って。オッケー、来た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 、よし、オッケー。てか効果音が大物 YouTuber さんなんだけど、本当に大丈夫かあれ。よし、腹ごしらえもして、お化け出てるのに食べるっていうね、すごいなこのカニは。あ、いる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 。ちょっと待って、あ、閉めてればやっぱ大丈夫なんだ。オッケー今現れたばっかだから、これでこっち行っちゃおう。オッケー、ここ閉めてもダメなのかな。いや、一応閉めとこう。これ何？この扉完全に竹だよね。日本が好きなのかな、作者は。違う。洗面所？あ、洗面所だ。オッケー。これで、サーチングして、出ないよ、出ないよ。早く早く早く。出ないよって、あの、そっちの意味じゃないよ、トイレだからって。オッケー！いいぜ。よし、早く早く、早く戻って！あ、閉めちゃったんだ俺。え、あ、危ない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 。ここは結構安全ポイントなんだね。よし、オッケー、消えた。これも取って、これで、あとは何手に入れればいいんだろう。どんくらいあるんだろうねこれ。よし、オッケー。え、なんか今までと違う。あ、これチュートリアルか。最初に見るやつでしょこれね。こっちにもなんかあるんだよね、ほら。これチェックリストか。あ、そういうことか。こ
これ一番上取ったよね。で3番目も取ったよね。バスルーム行ったよね。あれバスルームなんだ、トイレなんじゃないんだ。ロックアップ&リーブ、これどういうこと。2番と4番よくわかんないんだけど、ここ何、ここ、あ、なんか行ける、これ行けばいいの。だからチュートリアルでさ、何 The key is、 あ、鍵を見つけんのか、わかった。だからチュートリアルでさ、これなんかつけたり消したりするのをね今学んだわ俺今更ながら学んだわ、そんな初歩的なやつ。ね、ここどうすればいいの。え、めっちゃ怖いんだけどこの倉庫。おう、電気消したくない。消すメリットある今よし、何、鍵どこにあるの。おっと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 、スムーズ、めっちゃスムーズだよ。 OK、道は大体覚えてます。はい、ちょっと待って待って、これどうすればいいの、どうすればいいの。フェイント、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 ええ、電気消えてればわかんないのかこいつ。そうだ多分、あ、足音聞こえる。つけましょう。マジか、消せばバレないんだ。さっきからそうすればよかったなーと思ったんだけど、ポーン、オッケー。暗くても俺は動ける、ある程度動ける。これで巻こう。え、ちょっと待って、あべ、行き止まりだこれ、行き止まりだ、全然見えない、全然見えない。ちょっととどまろう。あ、なるほど、この足音が通り過ぎたらあいつが行ったみたいな感じなのか。 OK か、ずっと徘徊してんだねあいつ。もう完全にどこだか分かんなくなったぞ俺。鍵は手に入れたはいいけどさ、なんだよ、待って待って、逃げろ逃げろ逃げろ、いける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 、よし、暗くてもいけるぞ。こっちだったよな確か、追われてんのこれ。あ、消えた消えた、ちょっと待って、これ消してた方がいいじゃんずっと。いる、ええ、消しててもバレてる、ずっと消しててもダメなのか。なるほど、え、これ最初から、あー、よかった、こっからだ。ちょっと待ってよ、鍵、鍵どっちだ、こっちだったよね、なんか右から行ったらあったんだけど。ちょっと待ってよ、すぐ見つけてやるからな。あ、近い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 、こっちこっち、なんか大体場所を覚えてると思う大体覚えてると思う。こっち？あ、ほらほらほら、あった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 。え、これ場所変わってない？今あった。うっ、ちょっと待って、危ない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 、あ、バレてるバレてる、もうバレてるからこのまま逃げるわ俺明かりつけて逃げるわ俺。よし、オッケー、よし、いいよ、後ろから追われてるよ。これ何、逃げ場どこにあんの。俺どっから来たんだっけ。てか、オッケー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 、もう走り続けろ俺。そうしてる間に前から来てる前から来てたね。そうしてる間に多分見つけられる気がするんだよね。どっちだ、オッケーオッケー、え、どこだ、結構むずいねこれ、戻るのがむずくなる。うわ、マジか、あいててて、え、なんでバレたんだよ、なんでバレたんだ今。あった、あったあったあった、鍵見つけましたよ皆さん。オッケー、これで登ってどうするって、うん、オッケー、あ、アウトサイド、オッケー、外に逃げろってことか。うん、ハンバーグもなくなってる。オッケー、こっちか、こっちだよね外、合ってる、なんかメロンの包みみたいなのがこの白いのオッケー、出れる。これ何？この看板、あ、違うな、このボート、これ、待って、これ扉閉めんのか。これでもう一回やってみようか。オープンフォーエバー、ずっとオープンしてんだじゃあ開けとかないとダメかなダメだよね多分。 これで乗れる的な、なんかアウトサイドとか普通に何事もなかったようにこう逃げるんじゃないの。これで、これで逃げる的な、違う、あ、
クリックでロックすんのか。なるほどね。ロックして逃げんのか。全然わかんなかった。なんで逃げれねえんだろうみたいな。他の周りとかさ、回ったんだよ、ここ。これしかないから、多分、これで逃げれるんじゃない?あ、よかった。また最初からやらなきゃ、みたいな感じの思ってたんだけど。あ、なにこれ終わってんの?あ、終わって、あ、終わってない。あ、車これ。ボートじゃねえんだ。あー、オッケー。車か船かよくわかんないけど、オッケー。はい。やっぱ音楽って大事だね。うん。はい、ちなみにこちらのゲーム、スポンジボブを元にされたホラーゲームみたいですよ。はい。原作がね、俺よくわかんないんですけど。とにかくこのゲームで学んだことはね、音楽は大事ってこと。はい、よければ高評価をしてってくれると嬉しいです。ってことでまた次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。